はい、どうも、ギャルの翔です。さて、今回は夏に向けて自宅で器具なし、筋肉を増やし、脂肪を燃やす5種目の筋トレを紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。まずは上腕三頭筋を鍛えるトレーニング、リバースカールクラッシャー。まずは机や、まあ、ベンチ台を準備していただいて、とにかく頑丈なものがいいですね。そしてここに肩幅よりややつまめに手をつき、そして腕立て伏せの姿勢をとります。それで腕立て伏せの姿勢よりも少し後ろ、体を背筋をしっかりとまっすぐと伸ばして、この状態で息を吸いながら体を沈めて額をベンチ台に近づけていきます。そして肘を伸ばしていく。これは、まあ、胸をあまり張らずに胸に効かせるのではなく、三頭筋にしっかりと効かせていきます。肘をゆっくりと曲げ、息を吐きながらぎゅっと肘を伸ばしていきます。これを10回、2、3、4、5、6、7、8で肘を伸ばして9、ラスト10、ギュッと絞り込む。そうするとここに筋肉います。終わったらすぐに、はい、次は背中を鍛えてより広い背中を作るインバーサットロー。まずはこういうディップスタンド、これ結構ね安くて購入できますんで、まあ、あとこれがなくても実は机でもねできるんです。まずはこのバーの下に入って、で膝を伸ばして、胸を張ったままこのバーを握る。胸をこのバーに向けて息を大きく吐きながら近づけていきます。そして吸いながら下ろしていきます。肘からリードしてあげる感じで、小指側を強くグリップして握ってあげると、より背中に刺激が入りやすいんです。これを10回、2、3、4で、エネルギーポイントは下に丸まってしまうと良くないです。胸の張りをキープして、5、6、7、8、9、出そう、10、もしできない方は膝を曲げて行うと負荷がかなり減るので、やりやすいから試してみてください。そして終わったらすぐに、次は大胸筋を鍛えるデクラインプッシュアップ。まずはまあベッドでも椅子でもいいです。これを準備して、その上に足を置いて、で手は大体肩幅の 1.5 倍から 1.2 倍ほど、肩幅でちょっと広いぐらい、背筋をしっかりと伸ばして胸を張る。この手と手の間に胸を下ろしていきます。これを10回、ではいきます。息を吸いながら下ろして、で吐きながら上げる、2、3、胸を張ったまま、4、5、上で丸まらないように胸を張ったまま、6、7、上で吐く、8、9、10、はい、 OK。 終わったらすぐ、次は下半身、主にお尻、大臀筋を鍛えるリバースランジ。まずは右足からいきましょうかね。腰に手を添え、腹筋に力を入れて、この状態で右足を一歩後ろに下げて、そしてかかと体重で息を吸いながら下がって、膝は90度になるようにしゃがみます。そうすると左足、お尻ですねに強い刺激がかかります。そして足を下ろし、もちろん反対側も同じように動作します。これを20回やっていきましょう。では行きましょう。1で吸いながら下ろして吐きながら、2、3、4、体重はかかと体重、はい、5、6、7、腰が絶対曲がらない、8、9、10、バランスをしっかりとる、1、2、膝が前に出すぎないように、3、4、5、膝の真上、つま先の真上に膝、6、7、8、顎を引いて2メーター先のように肩、9、出そう、10、深く下ろして立ち上がって終了。終わったらすぐに、ラストは腹筋、お腹の筋肉を鍛えるクラッチ。まずは床に寝て膝は90度、そして寝た時に腰にスペースが
生まれないように腰を床にしっかりと押し付けます。そして頭の周囲に手を組んで、お腹を息を吸って胸に溜め込んでへこめる。これがポイントですね。ドローインって言います。そうすることでお腹のインナーマッスルの腹横筋を鍛えることができます。そして吐きながら上げていく。吸いながらお腹を広げて、吐きながら上げていく。これを15回やっていきましょう。では行きます。お腹をへこめて、最後1、吐いて、吸って、お腹をへこめて、2 3 4 5 6 7、吐いて、で吸いながら8 9 10、あと5回、1、脇を締めながら上がっていく、2 3 4 5、 OK。 はい、ここまでの流れを1セットとしてインターバル1分置いて3から5セットできるように練習してみてください。結構きついので最初はあんまりできないと思うので、1セットから始めてももちろん大丈夫です。だいたい週3回ほど行うことで体が変わってくると思います。試してみてください。以上です。